おはようございます、今日はキャンプ K2 50周年記念で、皆さんでねツアーに行きたいと思います。今日はこちらに見えますこっちですね、中尾根の頂上まで行って、それから、北斜面を何回か降りながら、帰ってくるという、コース。エッジを出しながら引っ張らなくて、それぐらいで大丈夫です、OK です。で最後もう一回、こうなってるのをこう持って後ろに引くと、これでヒールフリーになるんで、こうやってるのこう、はい、これがねクライミングサポートっていうんだけども、これをそのシャドウに合わせてつけてあげると引きずるの。そうそうそう、そうやって引きずっていくの。離さない離さない。ここはゲレンデから15分ぐらい登って、平らなとこなんで一休みという感じですね。今中尾根に向かう途中で、標高8000ちょっとぐらいですか、8000はねえわ1850ぐらいですかね、それぐらいのとこいますけども、この後は、右手の方にずっと行って、尾根筋を登って今見えるピークですね、そこまで行きます。以上五十嵐でした。山頂着きました、ここは、中尾根のピークって名前はないんですけどね、ついてるところでだいたい標高2000弱ぐらいですね。でずっと越後三山がずっと見えて、苗場の方までで、苗場山で、こっちの方が妙高、立山もこっちの方向ですかね。で日本海とそんな感じになってますね。景色がね、すごくいいんで、晴れた日は、絶好のねポイントだと思います。滑る方は今日は、そちらですね、その林があるんですが、その裏側の北斜面を滑って、見たいと思います。表面がボコボコのゴロゴロがあるんで、注意しながら。Thank you.
ハハハハ。